モンゴメリー・クリフトは、アメリカ合衆国、ネブラスカ州オマハ出身の俳優。モンゴメリーの発音は、モントゴメリー、MNT、メートル RI で、愛称モンティはそこから来ている。子役として13歳で、ブロードウェイで初舞台を踏み、以後10年間は、舞台で経験を積み、多くの作品で主演を務めて高い評価を得た。ハリウッドからの誘いを断り続けていた彼だが、 1948年、ジョン・ウェイン主演の赤い川で映画デビュー。同年の3が遥かなりでナチスによって母親と離れ離れにされたことによって恐怖のあまり人間不信に陥り、失語症となった少年を保護した心優しい米兵を演じアカデミー賞にノミネート。その後、日の当たる場所、地上より永遠にでもノミネートされ、2枚目俳優として、 活躍する。映画スタジオとの長期契約を結ばず、大作や話題作への出演も断ることが多かった。ハトバ、エデンの東、サンセット大通り、マヒルの決闘などは彼が断った作品の一部である。1950年頃からアレルギーと大腸炎に悩まされるようになり、その結果、アルコールとドラッグの問題を抱えるようになる。 さらに1956年に交通事故に、愛顔面を負傷、整形手術をするも顔の筋肉の一部が動かなくなってしまい、以後さらに健康上の問題を抱えるようになる。1959年には、テネシー・ウィリアムズの戯曲の映画化、去年の夏突然に、1961年には、マリリン・モンロー、クラーク・ゲーブル主演のアラウマと女に出演。 1961年のニュールンベルグ裁判ではアカデミー助演団優勝にノミネートされ、その後の活躍も期待されたが、1966年に心臓発作で死去した。ありがとうございます。